ごめんなさい。あのね、やりたいことが一個あって、美容師をやってみたいなと思ってね。漫才どうすんの？いや、漫才だってもうずっと古風でやってるようになっちゃうから、いい加減ね。刑務所でも。そう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 。どういうことそれ？バイト監督でやりたい。バイト監督で漫才やるの？漫才はね。たまったもんじゃないな、それ。だって自宅待機してて、その間。ね。何かやらせろ俺も何かやるよ。いや美容師やりたいのよ。え大丈夫な。さっきすごいでしょ、美的センス。美的センスがすごいの。言えてないからダメだよ。いやいや、美的センスがすごいの。言えてないでしょ、笑われてるし。子供探偵でしょ、本当にマジで。どういう例えなのそれ。ピンとこないな。名探偵コナンとかでいいでしょ。犯人はお前か、お前か、お前か、あいつか。寝坊しついてねえな。いきなり発車しちゃダメでしょ。すぐにバシッといかなきゃいけない。いやだからやりたいのよ。できるかね。美容師やるから、江田さんお客さんとしておっぱい触んじゃん。おいビヨンって伸びるからね。トルカイスじゃないぞ、ね、あ、じゃあトルカイス買ってこよう、一緒に。なんで今買いに行くんだよ。どっちが伸びるでしょうか。じゃないトルカイスの勝ちでしょ。あ、そう。じゃあとりあえずやってみよう。知ってるからお客さんじゃないんじゃない。じゃあ、すいません、ガチャ、すいません。びっくりした。どうしたんすか。いやいや、お客さんかと思った今。お客さんだよ、お客さん、お客さん。あれ、配送の人じゃなくて。いや、配送じゃない。違うんですよ。客です、客。今日メルカリで缶コーヒー1本頼んだんで。缶コーヒー1本で、あ、お客さんですか。すいません、ありがとうございます。今日ははい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 、あの、予約した江沢です。あ、江沢様、はい、予約した、お、江沢様。はい。お、どうしました。お、大丈夫、どうしたんですか。いや、予約の時の、あの、声の感じとなんか、ちょっとイメージが、イメージあんまり違かったんで。いやいや、どんなイメージですか。いや、もっと太ってんのかなと思って。何考えてんの。お相撲さんかなって思って。テンション上がるな、来ねえよ相撲は。よで、一応美容院に来ねえだろ。入り口に塩置いといたんですけど。いや、何でしょうね。お清めじゃねえか、それよ、気持ち悪いな。あ、違います。お客さんで来たんですよ。ありがとうございます。じゃ、そのメンバーズカードをお持ちですかね、うちの。いやいや、僕初めてなんですよ。初めて、はい、あ、初日ですか。力士じゃねえよ。相撲好きだな。小錦かなって思ったんで。なわけねえだろ。小錦に、あ、小錦じゃないですよね。小錦やそ吉じゃねえわよ。あ、違いますよ。あ、そうですか。じゃあ、とりあえずね、無駄話もあれなんで。あんたが喋ってる。違う、ちょっと座っていいですか。座っていいですか。あ、ちょっと、この椅子、あの、他のお客様も座るんですよ。なんで、あの、シートを引かせてもらっていいですか。え、汚ねえってこと、俺が。どういうこと。いや、なんで、ね、まあ、ちょっと来た時、埃っぽいなと思ったんで。汚くないよ、俺。でも、他のお客様も座るんですよ。俺も座るよ。まあ、ありますよね、大人なら。嫁元なのはちゃんとやってくれよ。これ、はい、ちょっと湿ってるんですけど。なんで湿ってんだよ。乾かせちゃんと、どっかで。はい。じゃあ今日はどういった角刈りにいたしますか。なんで一種類しか出ないんだよ。角刈り一種類。角刈り協会の人じゃないですか。なんだその協会は。あ、違うんですか。違うよ。いや、切ってくれ、普通に。普通に、まあ、どうするか、どうします、今日は。すけ、すけ。すけ。すいてください。あ、すけ、これが。いやいや、すけ。いやいや、すくの。あ、すけばいいんですね。お願いします。わかりました。吹きじゃねえよ。よし、じゃあ、早速ね、お話もあるなんで、はい、メンバーズカードの方作ります、ね。さっさと切ろうよ。いいんだ、そのメンバーズカードは。一応、名前と星座だけ書いてもらえる。星座書くのか。連絡先じゃなくて、変わってる。じゃあ、とりあえずもう切りますね。どうも、お願いしますよ。はい、はあ、退屈なのかね。なんだ今のは退屈だ。おい、いや、じゃあ正直切ってるだけなんでね。いやいや、それもそうだし、話しかけてさ。あ、話しかけて、あ、そうです、話ですよね。あ、すみません、お客さん、あれですか。何ですか。いつぐらいからこう太り始めたんですか。話し下手かおめえ。あ、昨日だ、昨日から。デリカシーねえな、こら。昨日から撮ったんだ、でも。風船じゃねえの。あ、違うんですか。30年かけて撮ってんの、俺は。あ、そうなんですか。なめんなよ、でも。あ、そうですか。切りますね。はい、切ってなかったんだよ。はい、じゃあ一応こんな感じで。はい、一応できましたけど。はいはい。じゃあ後ろ見せてもらっていいですか。後ろ、一応こういう感じになってますけど。てめえの後ろじゃねえよ。じゃあアイロンでやって、やけどしちゃった。いいんだよ、そんなやけど事件はよ。俺の後ろ見せろってんの。あ、お客さんのね。でしょ、お願いしますよ。大丈夫。で、一応うちの美容師さんのツイッターあるんで、今画像載せたんで見てもらっていいですか。ツイッターで見なきゃいけないの。周りくどいしたらフォローとかしなきゃいけないってこと。だからフォローしていただければブロックするんで。見れねえじゃねえか。バチンとブロックされちゃダメだろ。あ、ダメですか。ダメだよ、普通見せてくれ、鏡で。鏡はいいですか。二面鏡でどうですか。あ、オッケー、そうです。大丈夫ですか。パチンと切りますんで。で、こちらの頭でも洗いに行くんで。はい、じゃあこちらどうぞ。で、階段になってるんで、ちょっと足元気をつけて。はい。あ、うちの美容師とかって何でこれ知ったんですか。ネットで見ました。あ、ネットで。あ、そうなんですね。え、前はどれぐらい前に切ったんですか。1ヶ月ぐらい前ですかね。あ、1ヶ月、結構頻繁に切るんですか。そうですね。へぇ、でも今日なんか雨降るって言ったけど。てめぇ、どんな感じがするんだ。
天気気にしてるとか外出てねえかまさかこれなあ。いや、ちょっと銭湯があるんで。なんで銭湯でやったのよ、ね、聞いたことないもんなの。え、でも体も洗いますよ。だ頭だけでいいんだよ、俺は。あ、そうだ、体洗わないんだ。洗うよ、ゴシゴシと。言ってたよね、あの、予約の時ね、体洗わないですけど。なんでそんなやけど。言ってたよ、言ってた、そりゃ。変わり者だな。あ、いいですか？断れ、そんなやついたら。もうさか、もうさか雨なんで、あれですけど。で、スコール待ちなんだよ。東南アジアじゃねえか、それじゃよ。あ、そう、じゃあ、中で洗います。店の中でやってくれよ、頼むっても。じゃあ、洗い流しますね。はい、お願いします。じゃあ、お湯かけるんで、はい、これ熱かったらギャーって言ってください。ひねじゃねえか、ひね、断末魔、大丈夫集中してかけるんで。組織液、組織液出ちゃい。あ、出したくないですか、組織液。出したくないよ、怖いな、お前。あ、違うんですね。氷が溶けて。じゃあ、水でいいですか。水、水流しますね。一応ね、この水も、はい、ね、水道代とかかかってるんですけどね。いや、言わなくてよくないですか。いや、そうですね、別に、うん、いや、まあ、ただね、うん、よ、うん、だからかかってるんで、ね、前のお客さんとかね、あの、かかるから別に洗い流さなくていいですよとか言う人もいるんですけど、いや、何が言いたいんですか。いやいや、ただかかってるんですよって、水道代がね、バカにならないですよって話ですね。じゃあ、いいよ、やりたくね、じゃあ、そんなに言うんだったら。いやいや、大丈夫です、もう大丈夫なの、もうやっちゃったんで。やっちゃったんで、水道出しちゃったんでね。はい、じゃあドライバーか。こちら、じゃあ来てもらっていいですか。乾かしますんで。で、一応ここ、一応東がすごい当たるんで。ドライバーは大丈夫かな、でも。ドライヤーじゃねえよ、なんで日が当たるところでずっと立ってなきゃいけないんだよ。ベタ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 。垂れてきちゃうだろ。あ、ダメですか。ダメ、ドライヤーでやれよ、お前。ふざけやがってよ。はい、一応こんな感じで、ダメですね。はい。何ですか、さっきから。いや、切ったばっかなんで、あの、髪の毛こう、落ち着かせないといけないんで。これちょっと落ち着くんですよ、髪の毛が。うん。切ったばっかなんで、こう。頻繁にやってみてください、家で。ね、こうやって重からたときみたいなことやめる。ねえ、そうそうそう。こうやってやると落ち着くんでね。なんで落ち着くって。ええ、大丈夫ですか。いまいちピンとこねえな。でね、ちょっと申し訳ないです。本当に言いづらいんですけど。何何何、どうしたの。言うから、ね、お会計いただいていいですかね。いや、渋ってないっすよ、別に。いや、渋ってないんだよ。いや、車みたいな、いや、渋ってないっすよ。払いますから。今日だけ。いやいや、払いますよ。やってもらったからね。本当もお金がかかって。くんで、やっぱりすみません。いや、なんでそんな金に汚いみたいな言い方やめた方がいいですよ、それ。大丈夫ですか、ね、じゃあ一応うちカットとブローで、はい、込みで3000なんですよ。ああ、安いですね、はい、よかった。でもこれ、あれがつくんですよ。初回なんで、初回割引。ああ、ありがたい。はい、うん、初回割引もつきまして、はい、はいはい。でね、あとね、今日あれなんですよ。太ってるじゃないですか、お客さん。うん、なんで痩せた方がいいと思うんですよね。うん、で、あとそのつり割引つかないんだよ。ただ注意しただけ。そうそうなんで今、ぐらっと来るな、で、あとね、お一人様なんで、お一人様割引もありますからね。大概一人だろ。で、もろもろこう込みまして、3000のところを、2999円か。1円しか少なってるじゃねえか。どういうことだよ、その割引2つぐらい入ってるのによ。なんで1円しか少なってるんだよ。いや、一応うち赤料っていうのがあるんで。キャバクラか、ここは。一応僕指名されたんで。しねえよ、お前のことなんかよ。買ってきたんだろ、おめえが。一応あとシート代も500円あるんでね。それあんたが引き付けたら引いたんだよ、こっちは。いいじゃないですか、でも。1円だと。じゃあ1万円だな。1万円え、こんなにですか。いや、お釣り返してるよ。あれもらってるんだよ。あ、お釣りも。あ、終わりました。じゃあまたお越しください。すみません、ありがとうございます。絶対来ないからな、こんなやつ。あ、お客様、切ったやつお持ち帰ってきますけど。赤ん坊じゃねえんだよ。なんでこれ。赤ん坊が筆作るときじゃねえんだよ。わかんないだろ、そんなことよ。持って帰りますかじゃないんだって。あ、そう。ダメだよ、こんなの。あ、ダメ。ひどいよ。ずっと漫才頑張るしかねえだろうかよ。じゃあ最後、これだけ言っていいですか。なんだよ。あの、カントリーズの福田でツイッターやってるんで、あの、フォローしてもらっていいですか。いや、そんなこと言うだろ。